はい、では続き参りましょう。病院です。 IMM 病院。すごい奥やぞこれ。すごい奥やん。カムイですよね。下平あやめは一連の犯行を自供しました。死ねなかったんですね、もちろんね。極刑でもおかしくないでしょう。カムイの子供たちは施設に預けられた。そしてカムイ出生に関する秘密が、出生に関する秘密がようやく分かりました。ほう、誕生の秘密が分かりましたか、今頃か。ええ、トップシークレット扱いなのでなかなか大変でした。どうやってカムイが生まれたか、犠牲は出ましたが、やったのか。ほんの4人ほど。マジかよ、最低で。どこで見つけた？ FSO のペーパーカンパニーです。 FSO だと。フロンティア保守派の残党か。フロンティア保守連合のこと。救命はそうですね、 FSO の亡霊です。奴らがカムイを管理していました。そこで分かったのはカムイの故郷です。ファイルにはカムイ岬だと。カムイ岬、全くの捏造です。やつの ID をでっち上げたってわけか。カムイの生まれはシェルターです。ほう、シェルター。シェルターってあのシェルターか。シェルター、シェルターキッズ政策。詳細は分かりませんが、おそらく管理教育による人格形成が目的でしょう。特殊環境にも耐えうる特別な存在の育成ね。なくはないな。東側じゃよくある話だ。今から20年前、そのプロジェクトが発動しました。カムイが4歳の頃です。あー、で、あのシェルターで育った。シェルター展示場がオープンしたのが12年前。合わないな。展示場は二次利用です。当初の目的が済んだ後です。なるほど。それでカムイの子供たちはシェルターに迷い込んだ。父親の記憶をたどって。あるのか、そんなうまい話。さあ、しかしカムイがシェルターを好むのは確かです。なんでだ。彼が好む場所がシェルターに酷似している。どこ？独房です。カムイが闇を求め閉鎖を好む理由はカムイの生い立ちにあります。子供の頃、広く息苦しい環境で生活していた。物心ついた時、カムイの故郷はシェルターだった。日の光に入らない薄暗い世界、雑音と遮断された世界は居心地が良かったのです。人は地下に惹かれる。そうかしら。この仕事だって遮断された世界だよ。息が詰まる時もある。まあ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 ね、そうね。シェルターに世界の縮図を見たのかもしれません。お前は詩人か？はあ。はあ。そしてここから始まるっていうのが面白いやんか。すごいな。音楽変わったし。ほら、哲さん。お、来たか。元気そうじゃねえか、デカチン。哲さん、今日から復帰なんだ。よかったよかった。復帰早々仕事でな。張り込みだ。まあ、人でも足りないし。まあ結局何の役にも立たなかったかな。哲さん、そろそろ。ああ、わかってる。急ぎましょう。俺が揉んでやる。行くぞ、デカチン。なるほど。これでデコイマン編終了かな。月が赤くなってる。月が赤くなってる。スペクトラムイズカミングスーン。ビザレラブトライアングル。ちょっと何言ってるか分かんない。
ですね。さあ、ファイル、フィルム、ウィンドウ。よし、セーブしましょう。ふう、なかなか話が重厚でね、なんでしょうね、不思議な感じですね。まあ、完全に小説としても面白いパターンのやつですね、これはね。ちょっとまあ、もしかしたらこう、ついてこれない方すらもおられるかもしれないレベルの。プラセボ夢。プラセボ夢。あれ？こっちもいけるのかな？リポート1。こっちは、スペクトラム、トランスミッター、プラセボ、レポート1、夢。見てみますか？夢。何やこれ？何でしょうこれ？夢。ん？こっちも、こっちもこっちもいけんのかな？右も左も。ぽいな。始まった。自分はどうも欠陥品らしいと感じたことはある。俺がそうだった。前はわりかし気の利いた通信社に勤める事件記者だったんだが、説明するのも情けないようなごたごたがあってそこを辞めた。辞めたからフリーランスのライターになった。そう言うと悪くない感じに聞こえるかもしれないが、実態は芸能人のケツを追いかけたり、ドアホンにテレコをしつけたり、親戚と偽って誰かの戸籍謄本を取ってきたり、そんな生きてもないことをやっていた。ところがそんな俺の元にある日メールで仕事の依頼が来た。上原カムイをマークしてケツの毛一本一本まず調べ上げろ。そんな内容だ。メディアが今狂ったように報道しまくっている今世紀最強の犯罪者とかいうあのカムイ様のことだよ。そんなお門違いだろ。この俺にそんな依頼をしてくるなんてね。刑事じゃないのか。主人公が違うのかな。ところが報酬が信じられないほど良かった。満月や。たまたまその時丸が三角に見えるほどに酔っ払っていたせいで俺はこの依頼を受けることにした。いいね、なかなかいい表現だ。カムイの過去と未来についてあらゆる調査を行い報告することを約束してしまったのだ。どうも秘密めいたうさんくさい取引だったし、金のこともあって絶対にヤバい仕事だとは思っていたんだがね。それがそもそもの発端。ここは俺の部屋だ。仕事場でもあり寝たり起きたりする場所でもある。うん、うむ、始まった。別人やな、完全に。カムイのことを依頼してきたクライアントとはメールでのみ連絡や報告を行うことになっている。理由はだいたい察しはついてるんだが、何か新しいメール来てるかな。警察なんじゃないの。ちょっと見てみようか。え？メール受信。親友より、しげ、親友より、しげ、森島時夫。今森島時夫ってやつを操作してるんやね。久しぶり、元気でやってるから。通信社を辞めたって話聞いたよ。で今度は記者になったってね。お前もいろいろ忙しい人だね。でどうかな、5万円。なんていうかね、何5万円って。時代の流れっちゅうもんしみじみ感じていてね。ほら今年で世紀末じゃん。このままじゃいけないと俺は思ったのよ。生産するときとでも言うの。今までのことを思い出してみるとさ、結構忘れていることとかあると思うんだよ。それをきれいにさっぱりなくしてさ、すっきりした気分で新世紀を迎えるべきかと。どうかな、俺に借りた5万円を今返すってのは。まあ積もる話もあるし、今度ゆっくり飲みにでも行こうや。あ、そうそう、携帯番号教えておくよ。何かあったらここにかけてくれ。金借りてたんかい。ここでは受信したメールを読むだけでなく、メールを送ったり、送ることもできるの。親友より、世紀末って今年じゃなくて来年だったよな。ということで借りた5万は来年きれいさっぱり返すってことで。悪いね、気使ってもらったみたいで。さすが俺が見込んだシゲだ。お前が親友でよかったよ。じゃあまた来年会うことを楽しみしているよ。最悪やこいつ、最悪やこいつ。うまいな。自身の独学などを森島メモという形で残すようにしたり。森島メモ、森島メモ。ごめんシゲ、本当言うと今年であろうが来年であろうが再来年であろうが借りた金を返すつもりはさらさらなくてね。
それどころかお前との関係もそろそろ考えないといけないなと思っていたところなんだ。じゃあまあそういうことだから、これからは気安くメールを出したりしないでくれ。なんつったらいくら温厚なしげちゃんでも怒るわな。それは当然怒るだろう。でもさ、返したくても返す金がないのも事実なんだよね。まあ今回のカモイの件でうまくいったら金がたんまり入ってくるからさ、それまでの間は首を長くして待っていてくれよ。まああくまでうまくいった話の、うまくいった場合の話だけどね。うまくいかなかったら、それはその時に考えればいいか。今を生きろだな。何かよくわからんが、これをメモったの。また時折チャットに参加することもある。いわば俺の本音が集約されている場でもあるわけだ。集結されている場、ある場でもあるわけだ。基本的に重要なメールを読んだらすぐに行動に移ってしまいがちなんだが、それでもメールなら後からでも読み返せる。読まなかったメールも含めてその時にゆっくり読み返してみるのも悪くない。了解。亀ちゃん、相棒の亀だ。なんか怖いな顔が。名前は赤耳。こいつは太古の化石のように無口だが、精緻な機械仕掛けの時計のようにデリケート。一緒に暮らすようになって2年と少し経つ。お？金もないくせに目を引かれてつい買ってしまったイタリア製の家具だ。ここにはごちゃごちゃといろいろ置かれている。電話にタバコ、メモ、電話ぐらいのもんだけどな。電話は鳴る可能性があるってことやね。あとはそうそう、この窓から見える外の世界って見晴らしは悪くないんだが、何かが見えるの？これといって目を引くものもないんだよな。この公園ぐらいのもんだな。何か後で関係しそうやな。さてこれは俺、つまり森島時雄という男の目から見たカムイ事件とその周辺の出来事を追体験するシナリオだ。ほう、いわば一つのサンプルと思ってもらえればいい。24区というこの町には俺に似た奴らが5万と暮らしている。俺はありふれた人間の一人だ。そしてたまたま上原カムイと関わることになった。ただ少々奇妙な形で。どんな風に奇妙かって、焦んなよ、時間はたっぷりあるだろ。かっこいいな。まずはタバコでも吸ってそれから始めようか。なるほどね。つまりは警察視点じゃなくて一般市民視点での森島時雄の事件簿、一般市民視点でのカムイ事件というのを見せてもらえるってことや。多分あくまでも多分本シナリオは警察態度で、こちら側はおそらくですけどサブシナリオみたいな感じですよね、おそらくね。はあ、ははあ、もう一回じゃあメール見てみますか。とりあえず何か来てるかね。受信来てるね。メルマガ来てるね。なんかメルマガがウィークリーラバーズから来てるね。食虫植物の衝撃世界、ありそうなメルマガの雰囲気やなこれ。あー、食虫植物のネペンテスアラータ、まあ、全然関係ないことも多いんでしょうね多分ね。その中で重要なものが来たりするのかな。デイリーメールマガジン、トゥデイズワード。この世界こそ真の劇場であり劇なのだ。誰かに送信するっつっても別に今んとこないしな。じゃあちょっと外に出て行ってみようか。あれ、出られない。マジか。ウィンドウ、絶対関係あるよな。この窓もたまには拭かねえと。こんな顔なんや。歌舞伎みたいな、ゴエモンみたいな。赤耳よろしく。え、赤耳よろしく。赤耳がそんなもんやりょらへんよ、そんなもん。電話じゃねえよな。赤耳を見んのかな。赤耳、おい赤耳、寒いね。どう見てもやばい仕事だぜ。だろ。しかも依頼主は井の花だぜ。井の花、あのいけすかねえ元上司の井の花様からのご依頼だ。やばくないはずがねえよな。けど貧乏なんでね俺。目の通りな。悪いが乗ることにしたよ。赤花の餌代も稼がなあかんしな。森島メモ、ネットでカムイ絡みの情報を流し読む。ここのところ6日後新聞もテレビを見忘れてたから、俺はカムイの何たるかはまるで分かっていない。フリー記者の風上にも置けない態度だ。
神の存在はこれまで一般には全くと言っていいほど知らされていなかった。ところがこいつが犯罪史上稀に見る超凶悪な犯罪者で、とっ捕まっていた病院を脱走していきなりの連続殺人。しかもその中には公安の特殊部隊の人間が2人、かっこさらに2名は重傷含まれていた。おかげでこの騒ぎ。九段の事件。上原神が再び姿を現したのは3月27日深夜、公安特殊部隊が捕獲作戦を決行したが、2名が帰り討ちに遭い死亡。特殊部隊の2人が追い詰めるも、結局神は1名に重傷を負わせ闇の中へ姿をくらませた。まあそんな感じ。スポーツ新聞のサイトにあった見出し。しばしの時を経て再び共犯の成立を奏でる伝説の犯罪者カムイ。なかなか戦場的かつポエティックだね。3月28日に発見された女性の死体の身元は未だ明らかにされていない。この犯行も過去にやつがやったのと同一の手口という見方が有力。これ以外に収容病棟を抜け出す時にカウンセラー1人もやられている。都合4人。カムイの以前の犯行は、発生死により不起訴処分となった。今度の殺しもやつのイカれた頭が原因なのか、それともこいつ他の殺す時か、世間の声はだけだけし、ワイドショーあたりじゃわけわからん連中が勝手なことを言い合ってんだろう。内科しい世の中だね。これはだから事件的には、事件というか時系列的にはカムイ逮捕の前でしょうか。朝までいろいろ漁ってみたが芳しくない。カムイの最初の事件、妙なことにこの全貌がわからない。ブラックボックス、相当強力な圧力がかかっているのか。やつの生まれて初めての殺人の相手は誰でどうこうしたのか興味あるね。まあシルバー事件のことですよね、多分ね。それからもっと以前のカムイの過去について、これも謎だらけ。幼少時代はどんな風だったのか、親は何者か、出身地はどこか、その手の信用に至る情報がメディアに登場した痕跡はない。病院での患者時代のカムイについてはいくらか記録があるらしいが、それは要するに先日詰めれば真面目な患者さんでしたってあたりの話。唯一分かったのは患者時代のカムイが壊れてて、ただの無気力野郎だったんだそうな。そのネタが写真週刊誌ですっぱ抜かれたのが先週の話。取材するとしたら、命に当たるべきはカムイと対峙して生き残ったという公安部隊の兵隊。しかしどこをどうつつけば接触できるか。メール受信は関係ないもんな。いや、メール送ったりできんのかな。さてと、疲れたな、おい。何時だ今。5時40。結構経ってんだな。外に出かけるのかな。出かけます？出かけられねえな。メッシは食わんでいいんすか。ひたすらコンピューター見る感じ。これメール受信なんもないしな。リターン押したら送信のところ行かないんですよね。送信を見たいんやけど、送信とか行かない、動かないんですよ。これメール受信以外のところに行けないのかな。受信を 打てるときは受信のところにも出るんかな。今は何もできないからもうこうなっちゃうんでしょうね。ウィンドウ違うね。何か発生するんでしょう。使えるとしたらエリカかな。エリカ、あいつならいざって時の盾にするにも都合がいいよ。クズ人間や、女やろどう考えても。かけたエリカ、美人な匂いがする。はい、怖い。エリカ怖っ。もしもし、俺だ。エリカの見た目めっちゃ怖い。森島だよ。ちょっと頼みたいことがあるんだ。今カムイ事件を調べててね、個人的に調べてるんだよ。それで何かネタがないかと思ってた。何でもいいんだ。取材のための取っかかりが欲しい。おい、聞いてんのか。おい、切れた。あかん。クソ、切っちまいやがった。取っかかりが何もない。電話じゃねえよな。どうすんのよ。おい、赤耳、なんだ、寝てんのか。メールすんのか。来た、メモの方に来た。森島メモ。
エリカに協力を仰ぐことを思いつく。俺にしては最高にナイスなアイデアだった。まあ本当は最低なアイデアだって。エリカは何者だよな。背に腹は変えられねえ。それぐらい状況は逼迫していると思っておいた方がいいだろうな。あいつはまだ通信、ああなるほど、通信社の元同僚か。あそこの情報が使えればありがたい。エリカさえ口説けりゃ。口説く？泣き入っちゃうねこの言葉。どうにもこうにも手詰まりだな。どうするよ。誰か来た。うるせえ、もういい。あ、寝てた。わーったから、頼むから、お願いだから速やかに消えてくれ。なんだってんだよ、ったく。ピロピロン、ピロピロン言うてたよ。時をルーム、時をルーム。今のピロピロンはアラームなのかな。アラームってことでいいですか。もうひたすらコンピューターやなこれはね。メールが来てるパターンかい。来てる、めっちゃ来てる。天才熱血ライターさん、素敵なモーニングコールありがとう。とでも言うと思った。全く自分のことしか頭にないところが相変わらずね。やってることについての自覚はあるのかしら。そんな風に気安く電話をかけて来られるなんて、私も随分安く見られたものね。私にとっては面白くもない冗談よ。あなたからの電話は迷惑なだけです。怖っ。でももう一個来てる、通信が。あーめっちゃ優しいやん、めちゃくちゃ優しいやん。エリカ、カムイ事件の担当部署は24章共犯課。共犯課は凶悪事件専門のスペシャリスト集団。大メディアの記者クラブ連中が寝泊まりしている中央寄りの部署とは違って、付け入る隙はなくもない。話を聞くならおそらくくさびという刑事でしょう。こわもて、叩き上げ、旧タイプ。私も会ったことあるけれど、結構話し好きな親父。ただし肝心なことに関しては絶対的に口は固い。今メディアに出回っているカムイ絡みの話は 99% がただの噂か憶測よ。でもうちみたいな大手の通信社や新聞社、テレビの報道部が躍起になってるから、じきにいろんな事実が明るみに出るわ。捏造記事を書くつもりなら、後で自分の首を絞めることになるだけよ。それから、あなたがなぜそんなことに首を突っ込んでいるのか知らないし、興味もない。言っておくけど、これはあなたのために協力してあげるのではなく、私の好奇心です。お手並み拝見を決め込むことにしたの。あなたがどんな媒体に書くのだとしても、事件記者としてジャーナリストらしいことに首を突っ込むのは3年ぶりってわけよね。実はね、このところずっとあなたが書いている記事を読ませてもらっていたの。ただし美容室で手渡されて仕方なく読んでいただけのことだけれど。俳優の誰それがどこそこで女子大生をホテルに連れ込んで縄で縛ってどうしたって記事。確かにそれも大事件でしょうと思う。ところで今もあなたの肩書きは事件記者のままなのかしら。新しいの来てる。ニュース速報。発動間近だった。999作戦発動間近だった。消息不明のカムイ緊急態勢。去る3月27日、A 国 B 国による軍の合同作戦が発動間近だったことが明らかになった。C 国が軍事境界線を侵犯またはその兆候があった場合、先制攻撃を仕掛けることを盛り込んだシナリオ。発動は C 国より境界線侵犯を認めるコメントが発表された段階で解除されたという。カムイ。いわゆるカムイ事件の犯人とみられる上原カムイの消息が未だつかめていない。北島官房長官が適切な緊急体制を取っており、国民が過度の不安を抱く必要はないと異例の記者発表が。カムイの消息や捜査の進行状況に関しては依然新しい事実は発見されなかった、ドリーム1999エグゼについて。ドリーム1999エグゼというファイルはウイルスです。ファイルを開かずに削除してください。これはウイルスですが、ファイルを開かなければ感染しません。このウイルスは感染後ユーザーが知らないうちに新規メールを送信するたびにドリーム1999エグゼを自動的に添付させて感染を広げるものです。うわ、感染するんちゃん、感染するんちゃん、これ、そのうち感染するんちゃん、これですよ、絶対ですよ、ですよ、絶対。だって夢やもん、この題名が。とりあえず湯川が協力してくれたことは嬉しいな。電話するか。違うのか。ウィンドウは全く
当分なさそうやね。メールを送るか書くか受信か。トゥデイズワード一応見ておきますか。これ新規メールですね。蛇の道は蛇、蛇の通った道は、蛇の通った道は他の蛇がよく知っている。さあどういう行動を取ればいいんだい。赤耳も多分関係ない。来た、くさびだってよ。妙な名前だな。お前腹減ってんのか。エビ食いてんのか。エビ、好物の横エビか。悪いけどもうちょい待っててくれよな。エビ好きな共犯かね。昔の名刺が必要だ。お、昔の名刺を使うのか。今はフリーですからね、あんま話も聞いてもらえないですからね。古い通信社時代の名刺を持って共犯会潜り込んだ。くさびという刑事に会う。トラックのうんちゃんみたいになりしたとっぽいおっさんだ。もう会ってきたんか。あー、会いに行くのか、これから。行きましょう。はい。くさびって刑事、全然現れやしね。もう30分かよ。これはすっぽかしか。おい、来た、面会ってのはお前か。来た、怖っ。俺のことは最初から疑ってかかってる目つきだった。刑事ってのは疑うのが商売とかいう決まり文句があるが、どうやら本当らしい。俺は鋭く本題を切り出したつもりが、ヤクさんはのらりくらりとかわす。別に何でもいいんですよ、ちょっとしたことでもね。カムイのことなら何でもいいんです。知らねえな、知ってても教えねえ。知れないねえ。じゃあ担当直入に聞くけど、カムイって何者です。さてな、分かってりゃ今頃こんなとこにいねえわ。そうですか。くさびさん、あんたもベテラン刑事だ。懇意にしている記者の一人や二人はいるとは思う。でもね、たまには目先を変えてみませんか。誘ってるつもりか。いいね、情熱感じるわ。じゃあお前こそ何者だ。通信者っていうのは嘘だろう、バレてる。なんでそう思うんです。裏ぶれてるからだ。鏡見てみろ。門をくぐっちまえば勝ちですよ。俺はただのフリー記者です。実は結構食い詰めてましてね。それでカムイのネタが欲しいんです。どうだかな。俺はあんたみたいな古いタイプのデカさんは嫌いじゃないですよ。嘘つけ。まあいいですよ。じゃあ何かあったらいつでも電話ください。気軽にね。名刺なんか置いてくのよな、兄ちゃんよ。しかもすげえ名刺やな。かっこええけど。すごい名刺やん。これも営業活動の一環なんでね。また来ますよ。結局、くさびの暇つぶしに付き合わされたようなもんだ。が、このおっさんは使えるはずだ。勘っていうより予感。今後とも食い下がる価値はある。次はドーナツでも土産に持っていくか。頑張ってる。いけすかねえ。共犯家の方々にささやかなご褒美でも。なるほど。いいね、本当になんか良質な小説を読んでるような雰囲気になってきましたね。これはメモるのかな。送信、あ、胃の花や胃の花に送るよ。 Doing it to です。共犯家に行ってきた。カムイのことは誰も何も知らないそうだ。本当なわけはないが、ただ渡りはつけたよ。これからも足は運べるだろう。出だしはそんなとこ。何か指示は。まだ帰ってくるのかな。とりあえず今日のところはこんなもんだろう。思っていた以上に厄介だが、決して悪い条件ではない。まああれだけの金を預けるというんだ。せいぜい奴の機嫌を損ねないようにやってやるさ。いくらもらったんやろ。ちょっといくらもらったか知りたいところですけどね。時折ルーム、メールが返ってきてるね。多分井の花から帰ってきてる。 S 井の花から帰ってきてる。上原カムイの目撃者がいる。その人物に会え。自然の手はずはすでについている。4月9日16時24区八鹿町2丁目ブルシアンという喫茶店。先方の名前は
演座は開示、開示、目印は就職情報誌とベンツのエンブレム。 OK、 開示か。目撃者取材だと。こちらダイダロス号、了解了解、指示に従う。クライアント様は相変わらずせっかちだね。で送ると、メール送ると。OK かな。まああとこれ Today's Word 見ておきましょうか。一応ね、カッパの川流れ、カッパでもたまには水に流される。大体これちょっと暗示してるんでしょうね、その今から起こることを。ハチスカ町、ハチスカ町、よし OK だぜよ。行く、車で行く。この車かっこいいですね。テンダーミラーが活かすな。移動中、二丁目ね。はいはい、かっこいい車乗ってんなこれ、マジで。ピッタブルシアン、プルシアン、プルシアンか、クラシアンみたいなことか。約束の時間を少し過ぎていたが、就職情報誌を持った男はまだ来ていなかった。とりあえず座る。木の椅子硬そうやなこれ。俺はコーヒーを頼み、周りを見渡し、辺りを見渡した。プルシアン、喫茶店特有の清潔感を感じさせず、雰囲気はむしろバーに近い。悪くなかった。俺は一杯やりたいという衝動を必死に抑えた。入ってきた。俺はずっとタバコを吸っていて、そのうちやっとやつは現れた。手には就職情報誌。夫婦言いながら店の中を見回した時の目の感じがなんとなく日本人離れしていた。いや違う、一瞬そこにいる者全員を見下すような独特の目つきだ。あんまり信用できそうなやつじゃねえなと俺は思った。円沢は俺の目の前の席に着いた。どんな顔なんやろ。全国の目つきはすぐに消えていて、生まれた時から身についているようなへりくだった態度でコーヒーを注文した。見た目は何の変哲もない五十絡みのサラリーマン。平凡すぎて呆気に取られたほどだ。てっきり失業者なのかと思ってたら、まだ仕事中とやらで20分程度しか都合がつかないと言い出す。別段こっちはそれでも何も困らなかったわけだが、おっさんおしぼりで汗を拭き拭き話し始めた。うわぁ、うわぁ、そんな普通、うわぁ、いやーなんか毒がありそうな感じ。ではここで止めます。このインタビュー以降は次回の動画で。